ボールを上に飛ばしながら回転をかけて跳ねさせる。上に向かって打つ。はい、こんにちは。テニスライズの河合です。今回は大人向けの跳ねるスピンサーブということでお話をしていきたいと思います。若い時に打つスピンサーブと大人40代以降になってから打つスピンサーブというのはやはりパワーが違ってくると思います。やはりそこら辺をちょっと考えながらどうすれば跳ねるかということですね。それをちょっと含めてポイントをですね紹介をしていきたいと思いますので見ていってください。はい、まずはですねこのスイングスピードになります。スイングスピードというのはやはり年を重ねていくことによってやはりその筋力の低下でしたりボールに対しての当たり方というのはやはりだんだんスイングが遅くなっていく中で回転もかかりにくいですしボールの速さも出てきにくくなりますね。逆にそこでパワーを出そうとしてしまうとスタミナが持たないということも出てくるようになってしまいますから、そこをどういうふうに変化をさせることによって要はこのスイングスピードを落ちた時にどう転換すれば跳ねるスピンサーブになるかというところを考えるということになっていきます。もうスイングスピードが極端にまでは言わないかもしれないですけどスイングスピードがやっぱ下がることがあるという時にそのスイングスピードがあまりないことでも跳ねるようにするにはというところで紹介をしていければと思います。これをするために大人向けの跳ねるスピンサーブ要は跳ねるっていうところですね。跳ねるスピンサーブを打つためにはスイングスピードが下がってしまったらこの打ち出し角度というのを変えるわけですね。自分が若いうちには上から打ち下ろしてこういうふうにボールを打って跳ねさすことができたということがあると思いますけれども、スイングスピードが下がることによって同じ軌道でボールが行ってしまうと跳ねないわけですね。なのでこれをどうするかというとやはり打ち出し角度を上げるということです。打ち出し角度を上げてこういう要は軌道を高くして跳ねていくサーブを目標とするということになります。でやはりその打ち出し角度を上げてそして跳ねさせることを重点的にするということで、これをするのによくあるのはスピードが落ちちゃうでしょって言うんですけど、いやスピード落ちちゃっても跳ねて結局例えば相手のバック側に跳ねるボールがゆっくりでも来たら嫌ですよね。その嫌なところに相手の場所にちゃんと打てるかどうかということが重要になってきます。皆さんが大人になって相手の対戦相手も大人同世代の方が多くなると思うんですけども、その中でやはり高い場面高い位置で打たせることがより効果的であれば回り込まれるとかを考える必要はないわけですよね。これ例えば速さがある若い人同士であれば回り込まれて打ち込まれるっていう場面はあると思います。ただ回り込むっていうことに対しても結局はお互いに年代を重ねていくと回り込む体力を使うんであればバックで処理しようということが多分多くなってくると思うんですよね。だからそういうのを相手のバックに取らせて高いところで力が入らないところにコントロールをするというところの方のが主眼としてはいいんではないかということが言えると思います。なのでこの打ち出し角度が今までは打ち下ろしてたものをよりもうちょっと打ち上げていきましょうということが言えるわけですね。でもう一つこの打点と面の開きということですけども、要は打点が高いところで別に打つ必要がないわけですね。打ち出していく角度が上に向かって打つわけですから、高いところで打とうとしすぎてしまうと逆に言えば打ち上げづらくなるわけです。その打ち上げることをイメージするとしたら打点はあまり高くない方がいいわけですね。ちょっと低いところから上に向かって打ちに行くということが重要になります。でもう一つは面の開きですね。この面の開きっていうのは要は見えるかな、ここに打ちたいわけですね。こっちに打ちたいわけです、ね、なので面を開いて上に向かってスイングをしてあげることで回転をかけながら飛び出し角度が上に向かっていくということです。普通だと面を要はまっすぐにして上に向かって振ることでより回転がかかって落ちる球になるんですけども、面を開いて上にスイングをしてあげることによってよりボールを上に飛ばす、そしてそれでスピンをかけると
いうことが言えますね、はい、で面の開きというのは先ほど言ったように打点があって、要はこうボールの真後ろではなくてボールのちょっと下目を打つということです。でボールの下目を打って上に向かって打つことで回転をかけていくことができます。これはロブでもそうなんですけど、ロブも結局スイングを上に振って面が開いててもボールに回転はかかるわけですね。なので面を開いて上に向かってスイングをしてあげることで、ボールを上に飛ばしながらスピンをかけるということが言えます。でこれをするときに開きですね、開きをそのまんま上に向かって振っていく中で、よく要は巻いてしまう人いますけど、巻いてしまうと結局はボールが下に向かっていってしまいますから、必ず逆に開いてあげる。イメージとしては開いてあげて、開いてあげていくことによってボールを上に飛ばしながら回転をかけて跳ねさせることができるようになりますね。でもう一つのポイントは膝を使って、体を開かない。体を開いてしまうと逆にこういう動き、体を開いて回してしまうとやっぱこういう動きになってくるので、上に向いて振りにくいわけですね。イメージとしてはあまり体を開かないということをポイントとしてください。でもう一つは体を回すというよりは膝を上にちょっと使ってあげる。膝の伸ばしを使ってあげて打点をちょっと落として上がりすぎないようにしてあげて、膝の力でボールを上に向かって振ってあげるというふうにしてあげると、ボールの打ち出し角度が上がってスピンによって落ちて、そして入射角がそれだけ高くなるので、そして跳ねてくれるということです。なのでそこをうまく狙って相手の例えばバック側に打てるようになれば、相手はゆっくりなんだけど嫌な場所で取らされるわけですね。そうするとやっぱりプレッシャーかかるわけです。でさらに例えばサーブ&ボレーをしていけば、相手のサーブがゆっくり嫌なところに来て、そして詰めてこられるっていう場面になったら結構嫌ですよね。なので、そういう意味でそれが有効であれば次のボレーもしやすい、要は前に出る時間が作れるわけですから、それで前に出ていくってこともできるでしょうし、例えばそれが相手がロブで返ってくることが多くなってくれば、そのロブを見越してスマッシュとか上から打つ準備をしていく位置にいられるようにしてあげるということも言えるわけですね。なので相手のその状況をうまく追い込んであげて、その次に来るであろうものを予測しておいて、次自分が攻撃がもう次もできるようにしてあげれば、あまり速さを意識しないで大人の方でも攻撃をすることができるようになるわけですね。だからこういうちょっとロジックでボールを打つことをちょっと踏まえていけると、スピンサーブ、大人になってもスピンサーブが有効的に使えるということができるようになりますので、そこをちょっと練習をしてみてください。はい、では実際に打っていきたいと思います。そのスイングスピードがあまり速くしなくても跳ねるサーブというポイントですね。ここはやはりその打ち出し角度がまず一つですね。要は上げるということです。今までよりも上げる、そして上に向かって打つ中で面を開いて当てる、打点自体もそこまで高くしないということ。もう一つは膝ですね、膝の曲げ伸ばしを使って体を止めるということ。ここをちょっと練習ポイントにしていきましょう、はい、足を、まあ、寄せるとか寄せないとかっていうのは個人の好みになってきますけれども、寄せるということは要は重心を前に持ってきながら打ちに行けるわけですね。なので前に向かってパワーを出すためには寄せる方が楽なんですね。ただ上に向かって打つという中では足をあまり寄せない方が安定感というのは出ます。なのでそこはちょっと自分のチョイスになりますので選択をしてください。で先ほど言ったように開く、面を開く、そして伸ばすということですね。こういうイメージ、この膝を使ってボールを上に向かって打つということですね。で上がしっかりと角度的に上に向かってボールが飛んでるかどうかというのが確認ポイントですね。でもう一つは当たる、そして面を開きながら上に打つときにこういうふうに面が巻いてしまうと下に行きますから、必ず振り終わりはラケット面が後ろに向いているイメージ、要は振り終わりをこっちに向けるイメージまでちょっとスイングをしてあげてみてくださいということですね。
でよりやっぱ上に向かって打つ中では打点自体はあまり前にしてしまうとやはり前に向かってスイングしてしまいますので、打点自体はもう頭の真上を意識して、要はトス自体も頭の真上に落ちるようにしてあげるというのがポイントですね。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。コメントはすべて見させていただいているので、いいねやコメントいただければ嬉しく思います。このチャンネルは一般テニスプレーヤーの方がテニス上達だけではなく、テニス情報で価値のあるものを発信していってます。見逃さないようにチャンネル登録をしてください。今このチャンネル4万人の方が登録をしていただいて見てもらっています。チャンネル登録をしてもらったら、その隣のベルマークをクリックしていただくと最新の通知が来るようになってますので、そちらも登録をしていただければと思います。また他にもいろいろな動画をアップしていますので、そちらもご覧いただければと思います。また毎日テニス上達のためのメルマガを発信していますので、こちら画面下概要欄からメルマガの登録フォームがありますので、そちらで登録をしていただければと思います。ではこれからも様々な情報を発信していきますので、よろしくお願いします。